ルイス・レイモンドは南アフリカ出身の男子テニス選手。フルゲームはルイス・ボスマン・レイモンドという1920年のアントワープ五輪で男子シングルスの金メダルを獲得した選手である。左利きの選手。レイモンドは1912年ストックホルム五輪で男子シングルス、男子ダブルスの金メダルを獲得したチャールズ・ウィンスロー。 同大会の男子ダブルス優勝パートナーであった、ハロルド・キトソン、1921年ウィンブルドン選手権で男子シングルス準優勝者になったブライアン・ノートンと、共に南アフリカにおけるテニスの歴史の黎明期を築いた選手の一人である。彼に関する数少ない文献資料の中には、ビル・チルデンの著書、ローンテニスの芸術の第16章、ザ・コロニーズの終わり近くに書かれた。 簡潔な紹介文がある。チルデンによれば、レーモンドのテニスは、グラウンドストロークに優れていたが、天性の才能の持ち主というよりも、勤勉な努力家だったという。レーモンドは1919 19年、第一次世界大戦の終戦直後から、デビスカップの南アフリカ代表選手になった。翌1920年、レイモンドは、アントワープゴリンの南アフリカ代表選手として、出場し、 男子シングルス決勝で日本の熊谷和也を5から7、6から4、7から5、6から4で破って金メダルを獲得した。レーモンドは男子ダブルスにも出場し、ブライアン・ノートンとペアを組んだが、準々決勝で熊谷とカシオ・セイイチローの組に3から6、2から6、6から4、3から6で破れた。当時の熊谷は全米テニスランキング3位につけており、 ダブルス準々決勝でレーモンドノートン組に勝っていたことからシングルス決勝でそのレーモンドに敗れたことは本人にとっては不本意な敗戦だった。レーモンドは4年後の1924年パリ五輪にも参加したがここではシングルス1回戦敗退に終わっている。4大大会でのレーモンドは1924年のウィンブルドン選手権でベスト4進出があった。 レーモンドは準々決勝でダブルスの達人ワットソング・ウォッシュバーンを破ったが、続く準決勝でジャンボロトラに2から6、4から6、5から7のストレートで破れた。ウィンブルドン選手権では1927年からメリットシーリングが正式に導入され、レーモンドは最初の第6シードに推薦された。全仏選手権では1927年のベスト8が、 自己最高成績で、ビル・チルデンに敗れている。国際テニス連盟のプロフィールによれば、レーモンドの競技経歴は1939年ウィンブルドン選手権の3回戦進出まで記録が残っている。ルイス・レーモンドは1962年1月30日に、南アフリカヨハネスブルグにて66歳で亡くなった。ありがとうございます。